はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ今回は大陸対抗戦と最後の仕上げですね、やっていきましょう。はい、能力の方はね、前回のレジェンド杯をやり直して今回のね能力となっています。まあ言ってもねそれだけなんでそんなに能力は変わりないんですけど、はい、今回はねこれでやっていきたいなと思います。でもうちょっと技も覚えられないので、はい、このね技をいろいろ使いながら今回はやっていきましょう。休養じゃなくて、はい、大会ですね。まずは選抜戦から。ここでね、いつも通り今まで覚えた技をいろいろ使っていきたいなと思います。まあダフィエル、タナトス、そしてマホローティと危険されなければね、こいつら相手に試していきましょう。はい、まずダフィエルですね。さあダフィエルやっていきましょう。そんなに、もう気になるとこないですね。普通にポンポン打っていって、ここら辺から打っていくかな。尻尾で、尻尾は結構今までも登場したんですけど、処理落ちの壁ねひたすら処理落ちするっていう、噛みつき、ドラゴンパンチと、はい、まあ楽勝ですね。で1段目の技は使えたかな。はい、もうどんどん使っていきましょう。はい、そしてもうちょっとマホローティもなんかタートスもね危険したということで、結局ダフィエルとしか戦えなかった。まあもうこれは仕方ないな。はい、じゃあ次は本戦の方にジャンプします。はい、ということで本戦の方に来ました。さあどうだろう、一発目で来てくれるかな。さあ最初の相手は誰だ。おお、いきなり来た。あ、マジで来てくれた、ハメッド。お、珍しいな、一発目で来たの。ほんと久しぶりだ。はい、やっていきましょう。ミリアムね。あ、負けてんの、今の負けてた。レクネ、分かってる分かってるすげえいい勝負してるけど。でここは、うわー、なんだ全然違うなんとか2勝してくれましたね。でラネイル、ここは、あ、決まっちゃったここ負けてよかったんだけどな。よし、ハメッド戦行きましょう。もうここはね手堅く行きたいな。うん、手堅く普通に、なんだろう、スカイアタックとかウィングブレスとかそこら辺で攻めていって、まあチャンスがあればドラゴンラッシュかな。はい、なんだ今回めちゃめちゃ早く終わりそうだな。ワンツーワンツー、空中、ここら辺ですよね。あ、これ万全だ、これ万全だもう必勝、あ、 85% あったら絶対勝てるよ。ドラゴンパンチかわしてますしね。いや、いいぞ。どっち打つか、手堅くこっちかな。超ウィング、おい、マジで手堅く手堅く打ったのに。おお、相手の攻撃も当たらないんだよな。なんかどちらも何とも言えねえっていう感じの戦いになってる。じゃあこっちかな、スカイアタック、よし、これで、おお、クリティカった、打てそうですね。うわー、嫌な技嫌な技食らっちゃった。ラスト打てるかな、なんとか打てそう。安定食らったらちょっとまずいんだけど、よし、 OK、 どうだ、おー、来たー。最後にウサギを焼いて、はい、意外にダメージ出なかったな。やっぱりハメと強い。もちろんねガッツがちょっとギリギリだったっていうこともあるんですけど、はい、まあ普通に勝利できました。さあホリーちゃんじゃないな、まずこいつだなあれ、ホリー出てこない、もう、あ、最後に出てくるか。はい、今年のチームを見ましょう。ミリアムね、でレックね、アスピンで、ラムスイートね。なんか可愛らしいモンスターがなんか猿山の大将みたいな感じだな。ねえ、お山の大将雑魚たちを引き連れてる、なんかすげえいかつい親父っていう。はい、あ、ホリー出てきましたね。よし、じゃあラストの仕上げやっていきましょう。はい、じゃあ最後の仕上げやっていきます。ちょっとね最後の大会出してしまうと寿命が微妙になってくるので、この出る前ですね、
本戦に出る前のデータからやっていきます。で、能力がですねこんな感じで、まああと力のレベル上げて耐久をねガリぐらいにして、うん、まあ回避のレベルは補正でねレベル20になるようにして、はい、そんな感じでねやっていきたいなと思います。だからね、まずバリアムじゃないな、このオイリーオイル上げてちょっとトレーニングしていきましょう。力のレベルだけ上げてね、はい、座っていきますよ。まずはドミノか。まあ1、2回やったらレベル上がるだろう。あとね、以前に言ってたあのこのドラゴンが出てくるアニメの話も見まして、モンスターファームのあれはシーズン1の、あ、レベル上がったな、シーズン1の18話ぐらいでね、ちょっとテクノドラゴンが出てくるんですよね。なんだろう、主人公たちがね、あの古代の古代都市かな、古代都市を見つけて、まあそこにちょっと入っていったら、なんかヘンガー軍団みたいなやつらがめちゃめちゃ、うん、見張ってるんですよ。警備員みたいな警察みたいな感じかな、うん、そいつらにちょっと追い回されて、うん、で大切なアイテムの外野席を捉えてしまうっていう感じの話だったんですけど、まあそれをね取り戻すっていうのがその話の中では目的だったんですけど、うん、それを取り戻すときに、まあ、変がいっぱいいて、警察の変がいっぱいいて、その元打ち目というかね、隊長がテクノドラゴンなんですよ。まあね、そのテクノドラゴンがめちゃめちゃでかい。なんだろう、これ、このドラ、普通にこいつ、ギドラスとか、なんだろうな、膝の下ぐらい、ヘンガーがね、膝の下ぐらいのでかさなんですよ。だから、ヘンガー何倍ぐらいあれであるんだ ?10 倍ぐらいあるのかな。それぐらいね、なんかでかいテクノドラゴンがいて、うん、なんかね、めちゃめちゃ、うん、でかいなと思ったんですけど、なんか最後の方になると、なんだろう、なんかね、変化が膝上ぐらいまで来てた気がするんですよね。なんかよくありますよね、そういう漫画とかでも、最初見た時になんかめちゃめちゃでかいのに、なんか後半の方になるにつれどんどんなんか小さくなっていくみたいな、うん、その法則がね、このねモンスターハームのアニメでも出てましたね。あれはちょっと面白かったな。あとね、当然ね、その古代都市っていうのは結構文明が発達してたんで、自動販売機みたいなやつがあるんですよ。でそれで何でも出てくるんですけど、でゴーレムが岩が食べたいということで、うん、そのね自動販売機から岩を出していたんですけど、いやこれ共食いじゃないっていうね、これ共食いじゃないっていう感じでしたね。なんだろう、確かにね、ゴーレムね、アニメで岩食べてましたね。でも、岩、ゴーレム岩食べるってどうなんだ?モッチがね、餅を食べるみたいな。人間が人間食べるみたいな感じじゃないかな、あれ。あれはね、なんか、今見ると、うん、めっちゃ違和感ありましたね。そんな感じで。で、体験の方もね、ガリになったんで、まあ、これぐらいでいいでしょう。あとはどうだろうな。まあ、ギリギリまでちょっと、丸太受けでもやるか。はい。ちょっと丸太置きやりましょう。丸太やりましょう。どれぐらいいけるかな。ちょっとギリまで丈夫さを上げたいですよね。よし。まあこんな感じで、うん、結構上がるんでね、なんとか上げていきたいんですけど、死んじゃうかな。どうだ、あ、結構生きるのかもな。見た目上げて、はい、じゃあちょっとねギリギリまでトレーニングしていきたいなと思います。はい、ということでね、結構ギリギリ前鍛えて、はい、こんな感じの能力になりました。もうこれで完成でいいかな。ちょうどね8歳にもなったんで、はい、中性度も100になって、で体型とかはこんな感じでね、うん、多分これで補正が効いて回避のレベルは20になっていると思いますね。で丈夫さは逆にちょっと下がってしまっているかなっていう風になってるかなと。はい、よし、じゃあバグの方に行きましょう。はい、ということで、無事完成しました。最終能力はねこんな感じで、はい、そして成長の軌跡も出ていると思うんですけど、うん、まあドラゴンにしては結構生きてくれたかな。うん、ちょっとね技覚えさせすぎかなっていうのもあったんですけど、それでもね8歳までなんとか生きてくれました。で能力の方はね、ちょっと耐久性能が微妙なんで、ここら辺がちょっとどうなるか。やっぱりこのね有り余る攻撃力で敵をねバンバン KO していってほしいと思うんですけど、
それもどうなるかな敵がねもう強いだけにあまり自信は持てないんですけど、はい、なんとかねまた次回頑張ってもらいたいなと思います。最終回ですね。で能力はこんなところ で技ですよね。技は結局全部で11個で9個覚えましたね。はい、ドラゴンね結構寿命が短いんでその割には、上位技もあるし意外ね覚えれたかなと思うんですけど、どれも強力ですよね。本当に捨て技がないというか、どっからでもダメージもこの命中も狙っていけるっていう感じで、技はね相当自信ありますね今回。できれば打たないでほしいのがこのドラゴンパンチなんですけど、ここら辺もねまた次回楽しみにして、であとこのここら辺だな、ここまあどこでも強力なんですけど、ドラゴンラッシュとか踏みつけとか意外に出づらいのかも。でよく出そうなのがこのウィングアタックね。こいつ相当ウィングアタックね使ってたんで、次回はウィングアタックが大活躍、それとも逆にちょっとダメ技としてね、バンバン出てしまうかもしれないですけど、はい、そこら辺もね次回は楽しみにやっていきたいなと思います。ということでね、次回は妖怪軍団戦ということで、いやどうなるかなちょっとね、見えないんですけど、次回のね妖怪軍団戦は活躍することを願って期待したいですね。はい、皆さんの方もぜひぜひご期待ください。ということで今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に下がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。